しいただきました。おめでとうございます。まだ次の試合ありますんでね、1勝1敗で3チーム並ぶこともあります。さあ水山さん、さあ、あ、いいですね、はい、さあそれではまずは三菱商事株式会社の1勝ということでございます。決勝リーグ1です。続きましては決勝リーグ2です。あ、皆さんも確定したらですでにね、ポジションについていただいております。応援団もすごい。さあそれでは改めまして第1試合第2試合決勝リーグ2でございます。三井不動産株式会社対三菱ケミカル株式会社。さあ揃いの T シャツ来ました。三井不動産の皆さん、あこちゃんな、もう無言じゃないですか、もうね、もう集中してるという。さあで三井の皆さん、あ、応援もすごいですね、はい、さあまずは三菱ケミカルとの対戦でございますけど、なんでと皆さん負けられませんもんね。負けられないです、負けられないです。それはなぜでしょう。去年自称さんに負けたからです。お、それ以来何でもビルというビルに映像が流れているというね。すごいですよね。三菱中の皆さん怒ってますからね。三菱不動産の皆さん、もうそれをちょっと勝負にぶつけていただいて、頑張ります、お願いします。さあ対する三菱ケミカルの皆さん、ご安全に。ケミカルは、はい、今年の4月に三社統合、そして私と弟子とレイオン3つの力が入ってますからね。なるほど。もう一度ですか。科学と弟子と中止とレイオン、ね、3つのパワーで、この3つがあれば世の中の大体どんなものもできるという、ね、科学と中止とレイオン、ね、もう全然聞いてないですね、プレッシャーかけて、ね、さあそれでは頑張っていただきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。1分間の対決でございます。はい、ね、これではまだまだ三井不動産対まだまだ持たない、持たない三菱ケミカルでございます。さあ各チームとも作戦を練ってきているでしょう。今日の決勝第1試合リーグ2です。はい、始めます、一曲だろう。はい、ここでロープを持ちましょう。声援がかかります。会社の看板を背負って、はい、絶対に負けられない両者。三井不動産対三菱ケミカル。はい、はい、メインから取りに立って。はい、ピンと張りますよ。このままいきますよ、ステディバラン。おー、それをパワーに変えて応援とともに、まずは三井不動産圧勝と言っていいでしょう。すごいですね、三井不動産強いですね。さあそれでは第3試合リーグ1に戻ります。参りましょう。連戦ということではないんですけども、三菱商事株式会社対日本アジアグループ株式会社。日本アジアグループどうぞ。日本アジアグループの皆さん、どうぞ。日本ジャグループの皆さん、三菱と三井に慶応されてないですか、大丈夫ですか、ね、で取引等々もあるでしょうから、ね、ご近所の皆さんでしょうけども、さあすでに一勝している三菱商事との戦いです。日本アジアグループどういうふうに戦いましょう。徹底的に下半身を鍛えましたので、はい、それを使って頑張りたいです。下半身を鍛えてきたこの日のために2日しかなかったですけど、寝ずに努力しました。下手でしょ。爽やかキャラで言ってくださいよ。なんでキャラチェンするんですか。ね、でも下半身鍛え、あ、すごいですよ応援が。ね、シャキを掲げて、この
かプレッシャーになるのか。さあ三菱商事勝てば決勝進出ほぼ決定という、はい、さあどうしましょう。社長見てますか。社長頑張りますよ社員たち、さあ負けられない日本アジアグループ、あとこの爽やかお兄さんだけ以外いいですか。言い残したことないですか。大丈夫ですか、大丈夫ですか、本気でやってくださいよ、勝っていいんですからね。見学してる人はすいません、ラインより出ないようにお願いします、ね、だんだんローブの方へ近づいて下がっていただいてね。下がっていただいてお願いします。ちょっとね危険なんでね、これね、僕がさあ、よろしいでしょうか。第3試合、リーグ1の三菱商事株式会社対日本アジアグループ株式会社です。それでは参りましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、こっち行ったって。はい、行ってくれ。そのまま動かない、動かない。はい、少し前行きましょうか。アジアグループ引いていいですよ。引いていいですよ。OK。はい、はい、それで、スタート。Thank you.
1年間、皆さんまたモチベーションを保っていただいて、ね、リベンジ果たしていただきたいと思います。ビッグの坂上社員さん、頑張っていただきまして、ありがとうございます。ね、ちょっと予選ヒヤヒヤしましたからね、三菱市場ね、はい、その反省もあったんでしょう。さあ、これでちょっといきますと、三井不動産が1勝1敗、勝つためには、決勝進出ためには1勝1敗で並ばなければいけない、このあと、まあ、自身は勝って、そして、三菱ケミカルが三菱市場を倒さないと、三井不動産が1勝1敗ではないので、ね、戦いになってまいりました。さあ、それでは。さあ、それでは第5試合に参ります。今度はリーグ1です。すでに1試合ずつを戦っております。大手町側が JXTG エネルギー株式会社対します。日本アジアグループ株式会社の大手町です。中山さん、エネルギー会社同士の戦いです。面白いですね。これは同業者として負けられないでしょう、ね、JXTG どうですか。さあ、日本アジアグループ、エネルギーが浜市を期待で、浜市はそれ聞きました、さっきも、はい、ありがとうございます、はい、浜市を期待だと、ね、さあ、この戦いの後、両者の関係はいかようになるんでしょうか。大丈夫なんでしょうか、ね、会社の看板を背負ってここに立っております両チーム。それでは参りましょう、第5試合です。リーグ1、JXTG エネルギー対日本アジアグループです。木村さん、お願いします。
決めました。さあ、三菱金閣の皆さんも素晴らしい戦いでございました。じゃあ一言。そこもね、ちょっとね、気を使って。ちょっと。いや、三井不動産ちょっと悔しいですね。いやー、だいぶ悔しいですね。残念ですけど。あのね、決定していることは一つあります。今日、直接対決で三菱師匠に負けた、あの VTR また絶対流れます。それはちょっと流さないでいただいて。他のムービーで、あの丸の内を宣伝して、ね、構いませんので。ちょっとそれはもう、あのちょっと会社同士の偉い方の話し合いになりそうですよ、それはね。はい。ということで、予選決勝リーグが終わりました。さあ、勝ち上がり、まずは決勝リーグ1位、連勝で、お、こちらは三菱商事決勝進出。おめでとうございます。連勝。そして、決勝リーグ2、こちらは本当に強かった三菱商事プロパティマネジメント決勝進出もグラフ。